ブラターズはアメリカ合衆国のコーラスグループ、ロックンロール霊明機に登場し、1955年のオンリーユーのヒットで知られる。1990年にロックの殿堂入りした。1953年にハーブリード、コーネルガンター、ジョージェファーソン、アレックス・ホッチの4人で結成。やがて作曲家のサミュエル・バックラムに見出され、彼がマネージャーを務めるが、コーネル、ジョー、 アレックスが脱退し、トニー・ウィリアムス、デビット・リンチ、ポール・ロビ、女性メンバーのゾラ・テイラーを加えて、本格的に活動を始める。マーキュリー・レコードと契約後の1955年、オンリー・ユーが大ヒット。R&B チャートでは7週連続1位を記録する。続く、ザ・グレート・プリテンダーは、全米ポップチャートでも1位となり、その後も、トワイライト・タイム、 煙が目に染みるなど数々のヒットを飛ばした。1961年、トニーとゾラが脱退、ソニー・ターナーとサンドラ・ドーンが加入。1966年、ポール・ロビが脱退、ネート・ネルソンが加入。1968年、ハーブが独立し、シンプラターズを結成。1981年1月2日、デビットが死去。 1984年6月1日、ネートが死去。1989年2月1日、ボールロビーが死去。1991年1月1日、サミュエルが死去。1992年8月14日、トニーが死去。その後幾度ものメンバーチェンジと分裂を経ていくつもの、プラターズが活動していたが、1997年に、 オリジナルメンバーのハーブを中心とするグループが本家プラターズとして活動することを裁判所に認められた。2007年4月30日、ゾラが死去。2012年6月4日、ハーブリードが死去。など多数。ありがとうございます。